磁場閉じ込め方式という核融合の実現には、リニアモーターカーの超伝導技術とほぼ共通なものが必要なんであります。ですから、リニアが早期実用開始が遅れているということは、核融合における実用的なサプライチェーンづくりも遅れるということで、あまりこのことが指摘されていないのは非常に残念で、特にどことは申しませんが、ご理解を賜りたいなと。